こんにちは、ナオキです。今日もね、完全無課金ドラゴンクエストタクトをやっていこうと思います。で、いつも話しているように、私もう本当に完全無課金です。無課金って言って無課金じゃないと思いますけど、今ね見てもらった通り完全無課金です。で、今日はバラモス、これをね100連やっていこうと思います。で、もういつも話してるんだけども、ね、こういうのはガチャっていうのはもう青天井だから、区切りつけてやらないといつまでもね立ってもズル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 いってしまうので、まあ100竜王は竜王っていうか、こっちの竜王は持ってないけども、まあ竜王、ひらがなの竜王は持ってるけど、まあとりあえずやっていきましょう。バラモス狙いでね100連やっていきます。で、出たら、バラモス出た時点でもうやめるからね。いつも言ってるように、本当こういうのは別にこのゲームに限らず終わらないので、ね、やっぱりお金も大切でございます。はい。あれ？全然変わんねえな。あ、これはちょっと期待はできないか。まあ、とりあえず、見ていきましょうか。うわぁ、これが嫌なんだよなこれが嫌なんだよな。これちょっとスキップするね。確変はなんかありそうにもないので、ね、やっぱりそうだね。はい。で、20連目。うわー、きつー。相変わらず、きついな20連目ね。お、これは、もしかして一つ、二ついけるんじゃないでしょうか。いけ、ちょっと様子を見てみよう。はい。とりあえず、ポン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 進めて、いらないです、いらないです。いらないです。結局さ、このね、私なんとかね無課金で攻略法とかも動画にはしてたんだけども、正直ね C とかだと役に立たないよね。いてもいなくても同じみたいな、そんな感じ。まあ総合のねパワーの引き上げにはいいんだろうけども、これがどう変わるかだな。何も変わらないのかな。あ、スノードラゴンか。まあ一応そのピックアップではあるんだけども、やっぱり A もね、最終的にはあまり、ね、役に立たないんで、結果として S の魔法使い系がやっぱり強いのかなって感じがするので、はい、30連目。きついな。きついな。相変わらず、はい。やっぱりね、なんか他の方の動画、違う動画とかも見てるけども、なんか知んないけど、出にくいよね。100連っていうか、100連じゃねえや、100連でやってても、見てても。はい。まあ、これ、ポン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 行きましょう。もしくは、お、あれ？これが？かぶった。でも、まあ、1段階強くなって、ステータスアップしたかなって感じだけども、はい。はい。まあ、ほぼほぼもうかぶりかけて、かぶり始めてるもんな、キャラとかも。いくら無課金であっても。まあ、ランクアップってことでね。はい。道具獲得とかも出てきてるもんな。40連目。これだってほぼ、ねえ、3000個ってことは、だいたい約3000なんでしょう？うわぁ、きつぅ。きついきつい。あ、でも、金がね、これが変わってくれるかな。変わりません、ツララスライム。変われ。うわぁ、かぶった。ステータスアップ。いや、ステータスアップとかいらねえから。S ランクが欲しいです。まあ、できれば、バラモスだな。なんかね、モンスターの種類も、もう完全にどの方も被ってきてて。で、私もその無課金ではありながらも、ね、被ってしまってるので、まともにね、もうほぼほぼ、ステータスアップとかも、終わった方についてはね、もう、ね、お金どん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 ジャブジャブ、ただ使うだけになってしまってるからね、このガチャ。怖いところだね。これはもう今 A 確定っていう話なんで、これでもきついでしょ、全部シルバーみたいな、ずっと出続けるのは。今50連だよね、そうだよね、50連だよね。
きついよやっぱり。なんかさもその期待させてスライムベスが出てはいるけれど、だってもう確実に C とかはもうかぶっちゃってるもんね。うん、だから A からその確変で期待するしかないみたいな感じ。ドロル、はい。まあでもドロルは私結構その無課金でありながらも使ってるからね。その魔法系だったらなんとかって感じなんだよな。うわぁ、スノードラゴンだけ強くなってどうすんですか。これで60連目やべえだろう。これきついよ。だってただこれが嫌なんだな。これが嫌なんだな。もうこれスキップ、もうスキップして十分だもんな。だって道具獲得ってあれでしょ、もうランクアップも完全にし尽くしたってことだもんね。これはきついな。これで 1,2,3,4,70 連目だよね。はい。うわぁ、またかよ。また、これきついわ。ちょっと金が出たんでね、もしかしたら確変があるかもしれないんで、そこまでちょっと見てみましょう。で、ダメだったらもうスキップね。はい。はい、どんどん行きましょう。次。同じのしか出ないもんな。ここで確変。あ、ならない、ならない、ならない。もう石像だ。で、ここでスキップしよう。で、次、80連目。うわぁ、ゾーマーまで私、とりあえずは、ね、バラム、ゾーマーは絶対出るんで、バラモスは10連で終わらせたいんだよな。10連じゃない、100連で。三つ目か。三つ目だけちょっと見てみようか。確変さらに上がるかどうかっていう。いや、でもこれちょっとおかしいでしょ。おかしいでしょ。ちょっと待って。S ってさ、あれだよね。数パーセントだけども、100回やったら、まあ、結局この100回っていうのはね、前もお話したように、なんて言うんだろう、その、100回、引いたからって、まあ、99回引いたからって、最後の1個がじゃあ S 来るかっていうとそうではないんだよね。例えば 1% だったとしても。いちいちその99個もう1回戻しますよっていう状態の、単発的な確率なので。あ、でも来てくれるかな。ちょっと今、あ、来た。まあ、S 何でもいいです。もう私無課金なんでね、わがまま言ってらんないんだよな。まあ、それでもね、頑張って、いろいろね、無課金なりの、無課金でも戦えますって言いながらも、その、ね、キャラのキャップとかなってる人たちって課金してるから、やっぱりステータスもともと違うので、戦いやすいだけの話で。うん、無課金だと、S ランク、キャップにできないからね。で、次かな？まあ、まだか。バラモスってもらうと嬉しいんだよな。バラモス。でんでんでん。あ、違う。アークデーモン。まあ、でも魔法使い、ヨナズン確か使えたはずだよな。まあ、よしとするか。まあ、よしとしましょうか。魔法系っていうことでね。うわぁ、でもな、これで次90連目なのかな。きついですよ。だって、あ、じゃあ、これ100連目だ。コンプリート。やったー。全然やったじゃないよね。きついよ、これ。もう、だって出るの決まってるもんな。ここで2体くらいポポポポポンと出てもらえると、きつー。最後か。最後の確定枠か。1,2,3,4、確変のあれも出ないもんね。4,5,6、全然何の変哲もない100連ガチャだったな。
7、8、あ、これでもう10か。うわー、いらねかぶったけどもね、使えないんだよな、なんか。あとどれくらいあったっけ、石って。ちょっと最後に1個だけ。もうやらないからね。やらない。これやっちゃうと本当に、もう引けなくなる。ゾウマ、次のゾウマがやばくなる。あ、でも、私このパターン実は初めてなんだよね。他の方の動画では見たことはあるんだけども。これはいけるんではないだろうか。はい。これ確実に S が出るパターンだよね。バラモスだ、バラモス。でーん、でーん、でーん。うわー、ベースキング。うわー、かぶった。まあ、かぶっていいんだけどさ、ベースキングは使うけれども。違うんだよな。まあ、いいか。もう、回してらんないからね。いや、最後頑張ったのにな。まあいいや。アークデモン育てます。もう寂しいな、寂しいガチャになってしまったな。はい、そういうことでね、もう一回こういうパターンがいけねえんだよな、こういうパターンがいけないんだよな。はい、やっべえよな、これまともにお金払ってとんでもないことになっちゃうもんな。はい、はい、確変来ない。スノードラゴン、やべえ、スノードラゴン自体がキャップになってしまうっていう恐れが、はあ、出ない。これもうバラモスどころじゃねえよ。やべえ、やべえ、何が100連で終わりますのね、本当に。全然終わんねえじゃん。うわ、これ結構きついな、確変出てもらわないとな。やべえよな、さっきのあのホイミンじゃなくて、あのね、出てくるあのスライムも出てきて普通にベスキングだったからね。うわぁ、もうかぶりまくりじゃん。何これ。あぁ、ゾーマが遠のく、ゾーマが遠のくよ。マジですか？お！これも、何回かこうやって、いい感じで出てきているんだけどな。確変が出てこねえっていうのはな。いらねえ、マッシュスライムだって。これ全然期待させといて確変のあれも出てこないよね。やべえよな。はい、次と。これどんだけお金かかるんだろうな、まともにやったら。あ、止まった。今ちょっと再起動させたんだけども、どうなってんだ仲間。もう引いたことにはなってるはずなので。うわぁ、S がいねえってことはやっぱりダメでしたってことだもんね。やーべえ。ちょっと勘弁してよ。もういいよ。もう全然100連で終わらないから、もうこのまま。で、このまま行っちゃえ。150連目。きついよな。だってこれ確率っていうか S だって確定で一つで、今まで何あの一つしか出てないからね、150連用やって S が、うわ、やべやべだよな。
ため息しか出ないな。この一応金のなんか棒持ってるけど、結局それって A のみでしょ。やべえ、これまともにお金払ってたら私どうなってたんだろう。また買えよ。あ、もういい。もう全部使っちゃいましょう。パラモス出ねえよ。っていうか、これ確率おかしくない？お、なんか期待エネキスト。これ期待で。これ結局スライムベース出て、金が出ててもさ、そっから確変なってねえじゃん、一回も。うわ。うわぁ、なんか声を失ってこれだって、アームライオンだって。あ、今のがアームライオンか。格変みたいな感じになって、新読み貴族。もう終わった。はい、終わり。これ、格変になるわけがもうないもんな。ほら。A がただ出ただけだなぁ。うん。まあ、とりあえずね、200連で終わりましょう。ね、どうせなんでね、100連と言いながらね、なんかさ、この何、このスライムベスとかいっぱいって期待させておきながら全然ダメなんだよな。もうね、勘弁して、ほんと勘弁して、マジで。はい、やべえわな。アラモスが欲しいんですけれども、もう勘弁勘弁もう勘弁してよ、ほんと。もう期待させといてね。バラモスで、うわー、いらねー。これって近距離のやつでしょ。私近距離タイプ使わねえしな。多分評価って多分高くはなさそうなんだよな、近距離って見た感じ。うわぁ、このスライムの笑顔が許せない。ダメだ。うっそー、いらないよ。これ厳しいね、ほんと厳しいね。あ、もうこれゾーマ、次のゾーマになった時もうダメだ。バラモスで散ってしまった。中ボス、お、でも来るか。もうだからここでバラモス出たら、いくらあと20連で S が出ようが、もう私はやめる。次のゾーマは私を待ってるんでね。つってももう数回しかできねえんだよな。うん、アームライオンももういらないよ。いらないよ。バラモス。ダメだ。あー、出ねえもんだな。もう確変、うわー、うわー、もうバラモスで終わってしまったな。ゾーマンに行けなかった。ここでどんなに稼いだってゾーマで100連行きますなんてできねえもんな。で、これで銀のやつもパラ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 でしょ。あ、もうこれ終わった。これはもうスキップだよ。ほら、見るまでもない。最後これで S 確定なんだけど、そうすると100連やって S 確定じゃなければ、だから200連で3体しか出てないってことになるんだよな。だから確率 1.5 なんだよね。お！これはすごい期待できると。これは、もう本当に最後の最後で。さらになんか確変みたいな、普通の銀のやつでも確変になれば、勝ったも同然。
ここでもさらに確変。お、来た来た来た。バラモス、バラモス。いらんねえ。だから私近距離タイプって使わねえんだよな。多分これも近距離でしょ。多分なんかの息とかっていうのは使えるそうな感じはするけども。お、お、これもすごい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 。来るか？バラモス。いらんねえ。もう勘弁、ほんと勘弁して。もう無課金で貯めるのがどれくらい辛いかわかるかな。あ、バラモス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 、いらねえ。だからその近距離ほんといらないんだって。私のそのなんて言うんだろう、チーム作りには近距離は入ってこないんだよな、チーム編成の中には。ここでさ、ババババババって出てきてもらってもなって感じなんだよな。もうバラモス、最後にバラモス。うわー、スライムエンペラーだって。まあでもまあこれ元々のピックアップだったからね、前の。まあこれはよしとしましょうか。前のやつをやってスライムエンペラーが出たって思えば納得できねえよな。まあ納得。もうバラモス、バラモス、最後にバラモス。もうダメだ。あ、出た。あ、来た。切れた。最後の最後で来た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 。うわぁ、本当に最後の最後で来た。うわぁ、最後の最後に来たよ。長かった。約30分近く、もう20分超えてるもんな、動画作って。出たよ。本当に最後の最後に来たな。本当に最後の最後だったな。うん、十中四つだよね。はぁ、はぁ、とっと疲れましたよ、本当に。もうね、ほんとどっと疲れましたよ。疲れた疲れた。これでバラモス手に入れた。今度のゾーマのガチャ無課金でどうするかなんだよな。まあ、そういうことでね、本当に最後の最後だったな。もうこれ以上できなかったからな、正直な話。うん、なので、狙ってた魔法タイプバラモス出ました。というわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさーい。